今日はドン・キホーテで100円で買ったホットケーキミックス、はい、100円です。これを使ってふわふわのパンケーキを作ります。はい、フライパンの上に、これはイオンの魚焼き用アルミホイル、これくっつかなくていいですよ。はい、そしてこの膜、これは牛乳パックを横に切って、牛乳パックは縦に切って、はい、縦に切ってホッチキスで留めました。で、弱火で十数分弱火でゆっくり焼いていくと膨らんできます。コツはこのホットケーキミックスに、はい、生クリームのデザートホイップですね、見えますかね、これを加えて混ぜる。はい、分量はこの規格通りにしなくてもだいたいこう混ぜてって柔らかく、このぐらいの感じ、はい、このぐらいの感じですね、はい、こんな感じ、こんな感じになれば十分 OK です。でもうちょっとすると膨らんできますから、ちょっと漏れてきてますね。まあ OK です。はい、もう十数分後にまたひっくり返しますんで、はい、ひっくり返しました。ちょっと焦げすぎましたね。裏側こんな感じです。はい、もじきできます。はい、はい、ふわふわのパンケーキもじきできます。そうだね、はい、じゃあこれ、じゃあ自分でやる。これをこうして、はい、はい、ここをこう爪楊枝で、はい、今ちょっと片手なんでできないんですいませんけど、これ片周りをこうして爪楊枝でぐるぐるってやるとこういうふうに取れますんで、はい、はい、ドン・キホーテのこのホットケーキミックスで作りました。森永のホットケーキミックスで作ったふわふわのパンケーキがこちらです。はい、全部使ってません、まだ、はい、半分ぐらいで、はい、あの生クリームを混ぜて作って最後、はい、こんなふわふわです。はい、ちょっと見た目がね、残念な感じですけど、十分味は美味しいですので、皆さんも真似てみてください。以上です。